ジュニアエグゼルから僕と流星と、そしてネオから。そうだ、ハヤマと、岡本です、はい。よろしくお願いします。二人はファンからなんて呼ばれてんの？コラモモです。コラモモ？かわいい。関西なんで、二人とも。だから俺とマッサみたいな感じやね。うん。ああ、そうです、そうです。優しいじゃないですか、皆さん。いや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 、そんなことないですよ。本当に、やりやすくて、本当に、ありがとうございます。すごい。なんかこう、結構、バリのこの曲好きなんですよね、みたいなこう言ってくれる子いるから、うん、なんかこう、リハーサルからすごい、自分たちもこう、なんかやりやすかったというか、うん、なんかこう、楽しくできたかなっていう、すごい思ってるんで。うん、気合入ってます？いや、入ってます。気合しか入ってない。入りまくってます。新メンバーアリルリーグ、アリさんよろしくお願いします。お願いします。先輩面してるでしょ。大丈夫大丈夫、なんか詰められてない。いや、大丈夫、優しい、回してくださってると思う。ああ、うん、誕生日プレゼント、あ、前回のね、リハの時やったよね。そう、ちょうどその日が誕生日で。何落としたの？カバンと帽子をいただいて。カバンと帽子気に入ってくれた？めっちゃ可愛いです。めっちゃ使います、あれ。めっちゃ気に入ってます。めっちゃ使います。よかった。グループの中でだと一番身長が低いんですよ。それを、気にして、スタッフさんから教えてもらった、背が伸びる、サプリと、YouTube で背が伸びる方法とかを調べて全部頑張って試して、毎朝やってます。調べる系ね、うちのマサヒロもそういうの多いからね、マジで。確かに。一回マジでマサヒロのさ、なんだっけ、マサヒロの家で、マサヒロの誕生日祝った時に全員で飲んだんだよね。うん。マサヒロの YouTube の検索欄がおもろすぎて、俺らが多分会話で言ってたことを、やり方がわかんなかったのか、全部 YouTube の履歴にし。かわいいぞ、これは。確かに。本人めちゃくちゃ顔赤くして恥ずかしがってた。かわいい。皆さんの背中を見ながら僕たちも、恥のないパフォーマンスを、しっかりと皆さんと作り上げられるように、頑張っていきたいと本当に思っているので、ネオエグザイル全員も、本当に皆さんとできることを光栄に思っているので、その中で皆さんとパフォーマンスで、音楽で向き合っていきたいなと思っています。バトルオブ東京ライブもちろんですけども、ファンの方々にね、さらにパワーアップしたエンターテインメントを、僕たちからこうお届けできるように、改めてですけども、バリスクボイスと、リューリーグのね、この楽曲を楽しみに、お待ちしていただけたらなと思います。皆さん、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。ありがとうね、二人とも。ありがとうございました。ありがとうございました。